天正6年1578年武田家の高天神城を押さえるための築城群の中核として徳川家康が大須賀康高に命じて築いたお城です。それが横須賀城です。今日訪れたのは静岡県の横須賀城です。天正6年1578年にですね、武田家の高天神城を押さえるための築城群の中核として徳川家康が大須賀康高に命じて築いたお城が横須賀城です。今日訪れたのは静岡県の横須賀城です。天正6年1578年にですね、武田家の高天神城を押さえるための築城群の中核として徳川家康が大須賀